今日はスルーナイト TN12 に対応したラバー製フィンガーグリップの紹介です。このフィンガーグリップはスルーナイト TN12 のボディに取り付けることができます。ラバー製でできていますので、このように本体部にグッグッと通していきます。クリップがついていますと装着しにくいので、外された方がいいかもしれません。このように本体部に取り付けることができます。いざという時、フラッシュライトの落下を防ぐことができます。装着のポジションによっては、このように親指と小指、小指は点灯切り替えスイッチについています。切り替えもできますし、点灯させることもできます。またはこの外側向きにつけることで、このようなタクティカルっぽく使うこともできるものです。離してもフラッシュライトを落とすことがありません。スルーナイト TN12 に対応しましたラバー製フィンガーグリップの紹介です。